にちは、エルバスファームです。今回はコメントでリクエストをいただいた小和ずいもの特徴や育て方をご紹介します。小和ずいもは里芋のような濃いグリーンの葉と芋、根茎を持つ植物です。ただしこの芋は食べられないので小和ずいもと呼ばれています。濃い緑の艶のある葉も魅力的ですが、小和ずいもは何より上に向かって伸びる根茎が魅力の植物です。南国ムードを楽しめるシルエットに加えて丈夫で育てやすい植物でもありますので、非常に人気のある観葉植物です。今回はそんな魅力の多い小和ずいもの特徴や育て方をご紹介します。小和ずいもは里芋か小和ずいも属に分類され、原産地は中国や東南アジア、インドなどです。小和ずいもは熱帯温帯アジアを中心に70種程度自生しているアロカシア属、または小和ずいも属の仲間です。自生地では湿潤な環境を好み生育しており、種類によっては高さが2メートルほどにもなり、葉も1メートルほどの大きさに育つ植物です。大型の観葉植物ですが、インテリアとしても人気が高くなっています。ただ観賞価値は高いものの、小和ずいもと呼ばれている通り、樹液からは周酸カルシウムが出るので、口に含むことはもちろん、素手で樹液に触れるとかぶれることもあるので注意が必要です。特に小さいお子様やペットが誤って口にしてしまわないよう、置き場所には注意しましょう。続いて小和ずいもの品種についてです。小和ずいもはアロカシアの仲間で、アロカシアオドラという品種です。アロカシアは野生種だけでも70種ほどあり、葉の模様や大きさ、色や形なども様々です。小和ずいもより小さいクグラータ、2メートルほどにもなるアマゾニカ、寒さに弱く葉の模様が綺麗なロンギロバなどがあり、好みの品種を探すのも楽しみの一つです。品種によって耐寒性も違いますので、選ぶときには注意をしてください。続いて小和ずいもの花言葉についてです。小和ずいもの花言葉は復縁仲直りです。大きく育つハート型の葉を持つことが花言葉の由来となっています。プレゼントとしても人気があります。また花言葉にもあるように、復縁を願う方にも人気の観葉植物です。実は復縁という花言葉を持つ植物はこの小和ずいもだけだそうです。続いて小和ずいもの育て方のポイントです。小和ずいもは生育旺盛で管理も簡単なので、とても育てやすい観葉植物です。それでは育て方のポイントを1つずつ解説します。はじめに置き場所についてです。小和ずいもはできるだけ日当たりの良い場所で育てることをおすすめします。レースのカーテン越しの日が当たるような場所が適しています。耐陰性もあり、日陰でも育てられますが、日照不足で徒長してしまうことがあります。調子を見て置き場所を変えるようにしましょう。屋外での管理も可能ですが、直射日光が長い時間当たってしまうと葉焼けを起こしてしまう可能性もありますので、注意が必要です。続いて水やりについてです。春から秋の成長期には土の表面が乾き始めたら、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと水を与えてください。気温が下がると成長が止まりますので、水やりも控え、土の表面が完全に乾いたら水を与えるようにしましょう。空気
中の湿度は好みますので、空気が乾燥しているときには、こまめにお水をするようにしましょう。また、クワズイモは葉が大きいので、ほこりがつきやすいです。たまに濡れたガーゼなどで、葉の表と裏を拭いてあげると、きれいな葉が保てる上、湿度も保つことができます。続いて、肥料についてです。春から秋の生育期には、2ヶ月に1度ほどのペースで、緩効性肥料を与えましょう。また、2週間に1回ほど、水やりの際に冷たい液体肥料を与えると、より生育が旺盛になります。冬場は成長が止まるので、肥料は必要ありません。ただ、暖かい室内で育てている場合には、冬場でも成長します。成長している様子が見られるようであれば、生育期と同様に水やりの際に冷たい液体肥料を与えるようにしましょう。植え替えの際には、元肥として緩効性肥料を与えましょう。続いて、用土についてです。クワズイモは水はけの良い土を好みます。ご自身でブレンドされる場合は、小粒の赤玉土6、腐葉土4の割合で混ぜるのがおすすめです。市販の観葉植物用の土を使っても問題ありません。続いて植え替えについてです。クワズイモは生育旺盛な植物です。根詰まりを起こすと株が弱ってしまうため、1年に1度ほどのペースで植え替えをしましょう。株が大きいものは2年に1度程度の頻度が植え替えの目安です。植え替えの際は古い土をしっかり払い、一回り大きい鉢に植え替えましょう。植え替えの適期は暖かい5月から9月頃です。続いて冬越しについてです。暖かいところで自生する植物ですので、寒さには弱いです。最低でも5度以上はキープするようにしましょう。続いて病害虫についてです。アブラムシや貝殻虫、ハダニなどが発生する場合があります。日頃から葉水や風通しの良い場所で管理することで、害虫の予防になります。続いて日頃の管理についてです。先ほどお伝えした通り、クワズイモは生育旺盛な植物です。通気性を確保するためにも、こまめに剪定することをお勧めします。枯れた葉や古くなった葉は、このように根元から切り落としてしまうようにしましょう。続いて、増やし方についてです。クワズイモは、挿し木や株分けで増やすことができます。挿し木は茎を切り取って切り口をよく乾かし、バーミキュライトなどに刺して発根を待つ方法です。仕立て直しの際に切った茎も挿し木に使うことができます。また株分けは植え替えのタイミングで同時に行います。簡単に手順を説明します。まずは株を鉢から抜き、古い土を丁寧に落とします。そして優しく根をほぐしていき、自然に分かれる部分で分けます。分けた株の大きさに合わせたサイズの土にそれぞれ植え付けます。そして根が伸びるまで半日陰で管理しましょう。また株元にできる小さな子芋や小株を切って植えることでも増やすことができます。今回は立ち上がった茎が特徴的な観葉植物クワズイモの特徴や育て方をご紹介しました。独特な見た目を持ち、花言葉にも素敵な意味合いのあるクワズイモはインテリア性も高く人気の観葉植物です。管理も難しくない植物ですので、ぜひインテリアに取り入れてみてください。今回ご紹介した内容はエルバスファームのブログでもご紹介しておりますので、よろしければ合わせてご覧ください。
また今回のようにこの植物の育て方を教えてほしいというリクエストがあれば順次対応していきますので、ぜひたくさんのコメントお待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。